水遊び場で戯れる自動水遊びは、水のある場所で遊ぶ、あるいは水を使って遊ぶことである。一般には、幼児、児童が噴水や行けないし、河原といった水辺、あるいは自宅などで水道から水を出して遊ぶこと全般を指すが、プールや海水浴場など、専門の施設では、年齢の別なく、水で遊ぶことを指す。 小学校低学年でも体育の授業で水遊びを実施する。ペットボトルロケットも水遊びの一種水遊びは、夏の暑い日に量を取るために、あるいは水そのものに親しみたわむれる行為を指している。水は地球上でもありふれた物質の一つであるが、これを使った遊びには、様々な形態があり、そのいずれもが水遊びであり、特に決まったルールや様式があるわけではない。 プールなど大きな容器に水をたたえて泳ぐという行為から、バケツや水たまりなどにある少量の水でも足を突っ込んで飛び散らせたり、手や容器ですくって撒き散らすなど様々な遊び方が存在する。水遊び全般で道具を使う場合、水鉄砲やホースなどを使う。また、水を溜める容器としてゴムのプールやたらいなどを使って遊ぶ場合もあり、行水とも言う。 様々な遊び方があることから、好みによって遊び方が選択でき、広く好まれる遊びである。また、ウォーターパークなど、専門の施設も存在する。水遊びこの遊びは、全身で遊ぶと衣服が濡れてしまい着替えを必要とすることから、大抵は水着に着替え、遊び終わった後などに体を拭くためのタオルなども必要とされる。幼児などでは、 下着のみの姿を含む裸や、それに近しい状態で行われることもあるが、幼児を過ぎる頃には、性的羞恥心から、次第に、これら裸に準じる状態が避けられるようになる。また、公共両族という観点からも、周囲への影響を考慮し、特に女の子の場合、下着姿や完全な裸は避けられる傾向にある。一方で、男の子の場合は、 パンツ一枚の格好であったり全裸でも問題ないこともある。なお幼い子供では遊びに夢中になって見境がなくなることもしばしば発生する。例えば水たまりで飛び跳ねて遊んでいたと思ったら次の瞬間には腹ばいになって全身ずぶ濡れになっていたりなどである。これはビオトープや清流や小川、水遊び場などでも同様で、ともすれば大人でさえも夏の森に。 清流で遊んでいて、今日に乗って後先考えずにズボ濡れになってしまう人もいる。ただそうなってしまうと、後の始末が面倒なため、あらかじめ乾きやすい衣類を着て遊ぶ。小学校低学年での体育の授業では、スクール水着で水泳棒をかぶって、水遊びを行う。水はありふれた物質で、比較的どこにでもあるため、水遊びも比較的ありふれた遊びとなっている。 しかしその反面、いわゆる、水の事故と呼ばれる水場での事故も絶えず、遊び方を誤ると大変危険である。このため、幼児や児童向けのプールでは、極めて水深の浅い水遊び場がある。ただ、川や海などの自然の地形では当然ながら、安全に対する配慮は存在せず、たとえ大人であっても水の事故に見舞われる危険もあるため、十分な警戒が必要である。例を挙げれば、 以下のような配慮が必要とされる。また、大人に対しては、アルコール飲料を飲んで水に入らないなどの注意が必要だろう。その一方で、水中では、皮膚はふやけて、柔らかくなる反面、水底などに、ガラスの破片や、金属の切片、割れた石など鋭く危険なものがあっても気づかれにくく、怪我をしやすくなるほか、 水が衛生的でないと、それら傷や粘膜から雑菌など病原体が侵入するという問題もある。血膜炎などの病気が媒介されることもあるため、水から上がったら目を含め清潔な水で洗い流して病気を予防する必要がある。海水や衛生的ではない水で遊んだ後は、シャワーを入念に浴びたり風呂に入るなどして体を洗う必要もある。 この他祖など水中生物のいる環境では、これら生物のすべてが安全というわけでもないため、これらに対する警戒も必要である。なお、水遊びでは、日差しが強く暑い環境ほど気持ちよく遊べる傾向が強いが、体温が上がりすぎると熱中症を起こす危険性があるほか、過度の日焼けで皮膚炎を起こすこともある。肌が敏感な乳幼児などの場合には、 日焼けしすぎたり体温が上昇しすぎないよう、日陰で遊ばせるなどの注意も必要である。夏場の直射日光下では、ビーチパラソルの日陰でも、かなりの紫外線量があり、十分な日光浴の効果が得られる。ありがとうございます。